はい、こんにちは。今回は内蔵の SSD やハードディスクを Linux コマンドを使ってクローンをして乾燥していきます。ディスクやパーティションを丸ごとクローンするには特別なソフトは必要ありません。 Linux コマンドだけで十分です。今回は NVMe の SSD と SSD のケースの方を購入してみました。SSD の方はキオクシアさんのものになります。このキオクシアさん、国産ブランドでありながら低価格を実現してくれています。しかも低価格でありながら DRAM キャッシュが付いています。ですので安定性にも期待できますね。最近人気の SSD の一つになります。この SSD を今自分のパソコンに内蔵されている SSD と交換していきます。ちなみに今使っている内蔵の SSD の容量は 128GB。 さすがにですね、容量がカツカツになってきました。 SSD は容量が圧迫されますと速度にも影響が出てしまいますので、なるべく容量の方には余裕を持たせた方がいいかと思います。では開封していきます。この SSD ケースに関してはだいたい2000円台だったんですけれども、クーポンで1000円台で買っています。格安なんですけれども、そんなに安っぽさはないですね。ちゃんとアルミ素材でできています。付属物は USB Type-A、Type-C ケーブル、そして SSD を固定するパーツが付いています。ゴムパーツです。それでは購入した2つの製品を組み立てていきます。注意すべき点は、 SSD を差し込むときはこんな感じで30度の角度で差し込んでください。そして指で押さえてゴムパーツで固定します。はい、これで外付けの SSD ができました。この外付けの SSD をパソコンに挿して内蔵 SSD のデータをクローンしてみたいと思います。現在の私のパソコンのディスク構成はこの図の通りです。 Windows と Linux のデュアルブート構成になっていて、それぞれ物理的にディスクが分かれています。 128GB の M.2 の SSD にWindows が入っています。そして 275GB の SATA タイプの SSD に Linux、Ubuntu が入っています。これらがデュアルブートになっています。さらに外付けの 1TB のハードディスク、こちらの方を接続しています。今回乾燥するのは M.2 SSD 128GB になります。こちらを今回購入したキオクシアのM.2 SSD 500GB に乾燥していきます。もちろん乾燥してから Windows を再インストールするのではなく、 Windows のパーティション領域を丸ごとクローニングし、すぐに使える状態にしていきたいと思います。こういったことをするためには Windows ではデータのクローンを行うソフトを使ったり、データのクローンを行うことができるハードディスクスタンドなどを使ったりするんですが、今回自分がやるのは Linux のコマンド、こちらを使います。うまくできるかどうか見ていきたいと思います。今は先ほど組み立てた外付けの SSD、 そちらをパソコンに挿している状態です。そして今回の作業、クローニングは Ubuntu 上で行います。で、必要なソフトはですね、こちらの GPartil。 このソフトは内蔵のディスクとか外付けのディスクのパーティションの状態を表示してくれるソフトです。ここでどのディスクからどのディスクにクローンを行うのかを確認します。まず立ち上げてみます。システムツールから GPartil、
こちらの方を起動しますと、パスワードを聞かれます。はい、まずですね、こちら。はい、こんな感じで、4つのディスクが表示されています。一番上がですね、内蔵の Windows が入っているディスクになります。こちらですね。118GB 中の 90.34GB を使用済みになっています。結構カツカツになってきましたね。で、これを、この 465.76GB。はい、こちらの方、未割り当ての状態になっています。購入したばかりなので、まあ当然ですね。はい、インプットは、こちらの NVMe0N1。アウトプットは SDC。これを覚えておきます。そして、端末の方を立ち上げます。はい、そして次のコマンドを打ちます。はい。sudo dd if イコール dev nvme0n1 スペース of イコール dev sdc スペース bs イコール512。はい。簡単に説明すると、まず dd コマンド、クローンを行うコマンドになります。で、if っていうのはインプットファイル。入力の方ですね。入力元のディスクを選択します。そして、ob、これがアウトプットファイル。dev、sdc、ターゲットの方を選択します。そして、bs、ブロックサイズですね。まあ、書き込みのサイズ。これを、まあ、だいたい512ぐらいにします。そして、この状態で、エンターキーを押します。の前に、こちらの d パーティットは一旦閉じておきます。はい、そして、エンター。はい、今ですね、SSD、外付けの SSD の方のアクセスランプが点滅しているのがわかるかと思います。このまましばらくお待ちください。はい、こんな感じでですね、完了しました。では、中身の方がどうなっているのか、一度 G パーティットで見てみたいと思います。はい、まずは、コピー元の方ですね。で、コピー先の方は、こんな感じでですね。はい。118GB がちゃんと、はい、コピーされています。が、ビワリアテがですね、346.52GB ほどあります。ので、こちらでですね、少し、はい、拡張しておきます。はい、こんな感じで、GUI 操作で、こんな感じで拡張ができます。そして、拡張したら、適用。はい。はい。これ、フィックスと無視って書いてありますが、これ、フィックスにしたら、はい、完了しました。閉じる。これで、作業の方は完了です。バッテンマーク。はい、バッテンマーク。では、SSD のクローンと容量の拡張ができましたので、こちらの方をパソコンの方に内蔵していきたいと思います。こちらの方がもともと内蔵されている 128GB の SSD になります。ここの真ん中のブルーのストッパーが邪魔なので、こちらの方をまずは外す必要があります。
ところがこのストッパー非常にですね硬いんですね。ここをもう少し外れやすくしてくれないですかね。まあなんとか取り外すことができました。そして先ほどクローンをした SSD を内蔵していきます。内蔵が終わったらカバーを閉めて完了です。そして今まで使っていた 128GB の SSD は乾燥した SSD での動作確認が終わったらポータブルの SSD、 外付けの SSD として活用したいと思います。はい、そしてパソコンのスイッチを入れて Windows を起動してみました。ディスプレイちょっと汚いですね。ごめんなさい。はい、正常に起動しました。そして容量確認。ちゃんと 500GB 近い容量が認識されています。そしてクリスタルディスクマークのスコア、こんな感じになりました。やっぱり早いなっていうふうに思いますね。はい、いかがでしたでしょうか。今回は Linux コマンドを使って SSD をクローニングしてみました。こういった作業ってやっぱり専用のソフトが欲しいとか、もしくはハードが欲しいかなっていう方も多いかと思いますが、 Linux コマンド一つでできますので試してみたら面白いかと思います。一点今回の作業の補足ですが、今回クローンの対象となっている Windows 側のディスクとLinux コマンドを使った Ubuntu 側のディスクが物理的に分かれていたので、普通にですね、操作することができたんですけれども、内蔵されているハードディスクや SSD が一つしかない場合は、USB メモリーに Linux、Ubuntu などのライブ環境を作っていただいて、そこから操作するのがいいかと思います。はい、こんな感じで自分のチャンネルでは Linux に関する情報を中心に発信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いします。今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。